NHK 交響楽団の首席を務めるなど国際的にも活躍していましたけれども、5年前の春に癌で亡くなりました。番組は死の直前にホスピスで開いた一つの演奏会のビデオをもとに作られています。実は私は主人公に出会ったことがありません。クラシックファンというわけでもありません。しかしビデオの中の演奏に強く心を打たれました。取材を続ける中で、死というものよりも生きるということの意味を強く考えさせられた番組です。今年3月、あるホスピスで小さなコンサートが開かれました。ここで生涯を終えたチェロ奏者徳永健一郎が開いた最後のコンサートでした。その演奏を記録したビデオが残されています。死の45日前、全身に転移したがんで下半身は麻痺、車椅子に乗った演奏家は自分の力では楽器を構えることもできなくなっていました。その日演奏した2曲、15分間のビデオには一人のチェリストが死と向かい合いながら燃やした最後の命が焼き付いています。徳永健一郎が最後の時を過ごしたピースハウスホスピス、患者のほとんどは末期がん患者です。痛みなどを和らげ、限られた時間を安らかに送ってもらう緩和医療専門の施設です。ホスピスの一角に健一郎が人生最後のコンサートを開いた小さな集会場があります。週に一度の礼拝やボランティアによる絵画教室に使われる以外、普段は人気のない静かなホールです。コンサートが開かれた日、窓からは雪化粧をした富士山がよく見えました。前夜から続く発熱、全身に広がった末期がんの痛みに耐えながら、健一郎は車椅子で会場に向かいました。ビデオは会場に入る健一郎の姿で始まっています。招かれた客は音楽仲間や学校の同窓生、ホスピスの医師や看護婦などおよそ80人。メンデルソンのピアノトリオの2楽章。司会を務めているのは健一郎の弟でバイオリン奏者の徳永次男です。チェロは徳永健一郎が。もう一枚すぎちゃったかな。さて、これで今度健一郎の体にがんが発見されたのは5年前。その後大腸、肝臓などを切除する3回の手術を受けました。しかしがんは転移を続け、今年1月には下半身の自由を奪ったのです。クッションを背中に入れ支えを作らなければ楽器を構えることもできません。それでももう一度観客の前に立ちたいと願った健一郎のために、弟次男を中心にこのコンサートが企画されました。
はい、あ、これだったらいいと思います。足が足が邪魔だな。いいですか、足りないじゃないの。ただ演奏の準備を始めてから5分間、まだ構えが取れず苦闘する健一郎を見守る観客たち。もうちょっと長いのかな。もうちょっと前に立つのか。前にします。本当これやったの。これやってみる。大丈夫。これダメだったらやります。兄貴がベッドから、まあ、降りてというか自分で降りられないんですが、まあ、こうなんていうんですか、こう機械で持ち上げてそれで降ろして、その着替えさせるにあたってもすごいやっぱり時間かかる。全部自分じゃ本当に腕だけしか動かないという状態で、もう随分時間かかって、で途中でやっぱりちょっと痛みがもう激しくなって、15分20分、ちょうどうちの家内にも本当に捕まって、ちょっと待ってって言ってこうじっと15分ぐらいしてた、我慢してたりとか、まあそういうのがこういろいろ聞こえてくる、きて、こっちも本当に気持ち的に正常な状態ではいられなかったんですよね。この日演奏したのは2曲。1曲目は弟継男とたびたび共演してきた思い出の曲。最後にもう一度兄弟2人で演奏したい、それが健一郎の願いでした。慣れない車椅子での演奏会、ビデオは動かない左足に途中で弓を当ててしまう健一郎の姿を映し出しています。15歳で健一郎はクラシック界に鮮烈なデビューを飾っています。当時唯一のプロへの登竜門だった毎日音楽コンクール第1位特賞を最年少で受賞。23歳で NHK 交響楽団に入団、首席チェロ奏者として N 響を支えてきました。世界に通用する数少ない日本人チェリストの一人です。ホスピスでのコンサートの日程が慌ただしく決まったため、多忙な音楽家の中にはスケジュールの都合で来れなかった人も少なくありません。
N 響バイオリン奏者の黒柳典明も N 響の本番と健一郎のコンサートが重なったためホスピスを訪れることができませんでした。この日ホスピスを訪れビデオで初めて健一郎の最後の演奏を聞きました。健一郎との出会いは45年前、日本クラシック界の父斉藤秀夫の音楽教室でのこと。二人は徳さん、クロちゃんと呼び合った幼馴染です。ビデオ持ってんです。実は友達がダビングしてくださいまして、ただそれを見るのが辛くて今日まで見てなかったんですけど、まあ、本当に辛かったけど、でもここで見せていただいてよかったかもしれません。そうじゃないといつまでも見ないで終わってしまうかもしれないから。とっても素敵でした。健一郎が病と闘った記録が医師や看護婦の手によりファイルとして残されています。患者の精神面にも気を配るホスピスでは、病状や治療の方法だけでなく患者との会話や精神状態を詳しく記録します。2月20日、入院当日。痛いのは我慢できないんですよ。臀部出血、がん組織の外皮への湿潤と考える。2月24日、もう何もしたくない。調子悪いです。朝からぐったりして表情暗い。3月1日、横を向くと背中が痛くなり苦しいです。魔の時間がやってきました。でそのお見舞いに来た時に徳さんが、ナナ、クロちゃん、こうやって病院みたいじゃねえだろって言うんですよ。全然病院って感じじゃないよな、これホテルみたいだよなって言うんですね。でその時にあれと思ったんですけど、してね、大体ね、お医者さんがね、おじいさんばっかりだって言うんですよ。で治療らしいこと何もしないんだよって言うんですね。その話を聞いた時に、あれ、徳さんここがどこだか全然分かってないんじゃないかなと思ったんですね。病室でもベッドに横たわり、お腹に乗せたチェロを弾いていた健一郎。彼は2年前医師から告知され、自らの命の残り時間を知っていました。しかしホスピスに入院した後も民間の温熱療法やアメリカインディアンの飛躍にまで手を出していたのです。現実を受け入れながらも、どこかで何かの間違いに違いない、きっと治ってみせると諦めきれぬ思い、健一郎は葛藤を続けていました。 N 響クラリネット奏者の内山博士は、健一郎とは演奏旅行のたびに同じ部屋に泊まり、音楽のことや家族のことなど何でも打ち解ける仲でした。
ビール瓶を投げ合う大喧嘩をしたこともあります。でも病気してから普通だと人前で弾いたり、それからましてやね、寝たば、ね、ベッドに寝てるのに音を聞いてくれ、普通は逆ですよね。こんな姿で弾きたくない、それからこんな状況の時音を聞いてほしくない。でも徳さんは逆だった。音楽をやりたいっていう、もっとあのチェロを上手くない。だからあのその最後に別れた時も握手しながら、おい、うちもっと俺チェロ上手くなるからねって、もっと上手くなりたいから。チェロの演奏には弓を引く右手、弦を押さえる左手、そして楽器を安定させる両足など全身のバランスが特に重要です。下半身の支えを失った今、楽器は揺れ、正確に弦を引くのは容易なことではありません。5年前80キロを超えていた体重は60キロを切っていました。指や腕に残された力もわずかなものでした。一郎が演奏した2曲、15分の間に見せたさまざまな表情を記録した写真が残されています。写真には健一郎の揺れる心が写し込まれています。撮影したのは写真家竹脇健、写真スタジオを経営する父吉見に撮影を頼まれました。15年ほど前、目が不自由になった竹脇吉見の前向きに生きる姿に心を打たれた健一郎は、元気な頃演奏会のリハーサルを竹脇家で開くほどの親友でした。吉見も健一郎を気遣い、毎週のようにホスピスへの見舞いを続けていました。もっと大きいかと思ったけどね。小さいよ。いいとこがあるんだ、どんどんやろうよって言ってね。言ってた。ここでね、何度もやろうってね。竹脇健が撮影した写真は22枚、大体こんな感じですよね。全て表情のクローズアップです。座り位置もそんな直さず、立ち上がることもなく、ここの高さもここで、あの始まる前にちょっと病室の方に行って、なんかヒゲかなんか剃ってた時にちらっと廊下からちょっと見えたぐらいで見えて、すごいこう純粋でピュアな、それすごく美しい、そういうなんていうか、そういう存在に見えたんで、だからもうカメラもフィックスで、でモノクロで、あんまりいろいろ動き回んないで、ただ撮ればいいなと。撮影の傍らでは父吉見が演奏をテープレコーダーで録音していました。彼にとって
音だけが唯一の記憶になるのです。そのテープは何度もあの後気になりました。ちょっと辛くてずっと聞いてませんでしたね。一回しか聞いてないです。辛い。もう本当にありありとね思い出しちゃうから。コロナ後ね、聞きながらね、みんな泣いてたからね。やっぱり辛かったね。1曲目の演奏が終わった直後、健一郎は生涯を通じて初めて人前で決して見せることのなかった涙を流しました。笑わしたり、それから周りの人をねすごくこう幸せにしたり、それから天衣無縫に振る舞って、普通だとそういう人たちって時としてね天衣無縫に振る舞う人ってたくさんいるかもしれないし、でも往々にして気がつかないうちに人を傷つけたりしちゃうじゃないですか。徳さんの場合はね、本当にそこが僕徳さんの不思議なところだと思うんですけども、周りの人をすごく愉快にしちゃうっていうか、で逆に徳さんとこう一緒にいることっていうか、一緒に何かをやってから徳さんと関わったっていうことが非常にね、なんか周りの人たちも幸せにしちゃうっていう、そういう不思議な、本当にそういう意味では不思議な人でしたね。人間的にはね、子供のままの心をずっと持ち続けてね、いろんなものを感じてたんじゃないかと思うんですよね。どんなことにも感動したし、興味も持った。子供ってそういう部分ありますよね。こうちょっと僕らが大人が見てそんなものって思うものでもね、彼はすごく感動したし、だから感受性豊か、もちろんそれが音楽にねはっきりと表すことができていたと思うんですよね。東京渋谷の雑居ビルの一室に健一郎が最後のコンサートで弾いたチェロが保管されています。8年前、健一郎は17世紀の名器アマティを購入していますが、ホスピスでそれを手にすることはありませんでした。
代わりに弾いたのは、ホスピスに入る直前にこの工房で完成した新しいチェロです。TK と刻まれた文字、徳永健一郎のイニシャルです。このチェロが健一郎のためだけに作られた証。チェロを制作したのは弦楽器制作家佐藤正人。海外での楽器制作のコンクールに日本人で初めて入賞したベテランです。健一郎の依頼を受け、チェロの制作を開始したのは5年前。がんが発見されるわずか半年前のことでした。作業は進行していく病との競争でした。完成したのは下半身が麻痺する直前の今年1月。以来、健一郎は最後までこの工房で作られたチェロだけを使い続けました。新しい楽器ってのはいろんな音をこれから出して育てなきゃいけませんから、その辺で彼がすごく育てようと思ったのかもしれませんね。自分がこう逆に言ったらそういう病気になって、もう先がある程度は自分は分かったと思うんですよ。それでなおかつその新しい楽器にこう息を吹き込んでいこうという、そういう姿勢がやっぱりまたすごかったですよね。やっぱり僕なんかすごくその辺は感じましたね。3月、コンサート直前の健一郎の体は末期の症状を呈していました。やはりこれは僕も感じましたけど、これだけ本当にこうもう最後の最後の、まあ、末期の末期、ところがこう精神がものすごく健康だったんですね。普通僕らが想像するこういう状態の方、それからまあ僕らも人から聞いた話ですと、やはり、精神的にも病気になっちゃうということで、それが全然ないかったことが僕らもそばにいて幸せでしたけれども、まあだから音楽もできたんでしょうね。最後の日々、健一郎の弟子たちは交代で病室に泊まり込み、付き添いを続けてきました。会場の後ろで演奏を聴いていた N 響チェリストの山内俊介も弟子の一人です。まあ、その自分の人生においていろいろやりたいことはもう散々やってきて、まあ、後悔はないけれども、チェロがやっとこういろいろ開眼しだしてこれからなのに、そのチェロのことだけが非常に残念だって言ってました。開眼しだしたというか、いろいろ奏法をまあいろいろ研究したりして、やっと最近自分のイメージに近づいてきて、理想にやっと近づいてきたところでこう波に乗っているのに、こんな病気になってしまって、それが非常にもうそれだけが残念だって言ってました。あとは何も心残りがないようなことはおっしゃってたと思います。今年27歳になるチェリストの山内俊介は、月に 2,3 度、15年間にわたって健一郎のもとに通い続けました。とりわけコンクール前の大切なレッスンはテープに録音し保管していきました。そのテープの中に音楽一筋に生きた健一郎の数少ない肉声が残されています。だから山内ってのは、普段ね、このほら、自分をあんまり表現しないでしょ、ね、普段すごく表現しないということは、言葉で表現しないんだから、チェロで初めて自分の気持ちを表現したわけで、言
葉で表現して表現する中にはその表現の言葉だったりと、まあ、相手の悪口言ったりとか言葉のいろんなのできたりするけど、音楽で表現する分には誰も傷つかないだろう。言ってること分かる。だから最大の味方っていうのが楽器なんだよ。もう音楽なんだ。音楽っていうのは、まあ、自分の気持ちを自分の感情をつまり合わすことができるわけだから、楽器で音楽で言えば自分の気持ち表現するんですよ。うん、音楽で表現するには何の罪もないから言ってること分かるね、うん、そうするとその音楽で人間の音楽でそのチェロでいろんなストレスも発散するといいな、分かる。1曲目が終わり、病室に戻った健一郎はアンコールに応え再び会場に姿を見せています。最後にカザルスの鳥の歌を。2曲目は鳥の歌、チェロの神様カザルスが愛した曲です。徳永健一郎が自ら選んだ最後の曲。普通この曲はピアノ伴奏で弾かれますが、この日は弦楽器の伴奏で演奏されました。3月30日コンサートの前日にファックスで届けられた手書きの楽譜。この日のためだけに作られた鳥の歌。誰もが口には出さなかったものの、これが徳永健一郎最後の演奏になる、そう予感していました。
どうもありがとう。仲間たちに何度も何度も繰り返しつぶやく健一郎。鳴り止まぬ拍手。しかしこの日10分を超える演奏を終えた健一郎はアンコールに応えることはもうできませんでした。病室に戻った健一郎は激しく咳き込み、1時間近くベッドにうずくまったままでした。やっぱり最後に病室から出てって、カザルスがよく弾いてた鳥の歌っていう曲を弾くときに、親方最高の演奏してくるからねってこう腕を握りしめてね出てったんです。一生的ですね。それはすごかったですね。今でも思い出せますね。それはでも素晴らしかったです。それとあとはその曲を弾き終わってこう病室に帰ってきた時にちょうど病室の前の患者さんのお子さんが出てきて、おじいちゃん素晴らしかったよ一言もすごい印象的でした。それで健一郎さんがそれを聞いてすごくうなずいて満足そうでした。最後までこう人をこう喜ばせることを忘れなかった人ですね。ビデオは仲間たちと記念撮影をする健一郎の姿で終わっています。人生を音楽と共に生きた徳永健一郎、生涯最後の演奏を終えた笑顔です。これが俺の音楽だ、徳永健一郎の音楽を忘れないでくれみたいな、そういう気持ちはあったんじゃないかしら。で、もちろんメンデルスゾーンもすごく素晴らしかったけど、特にあの曲、聴いてほしかったんだと思う。ホスピスの記録には3月31日のコンサートの後、健一郎がチェロを弾くことはなかったと記されています。死に至るまでの45日間、病室で健一郎はあの日の写真と向き合って過ごしました。眠ることを恐れシャーベットを口に含み続けた健一郎、病室にはいつも静かにレコードが流れていました。チェリスト徳永健一郎、命尽きるまでもっと上手くなりたいとひたすら願い続けた55年の人生でした。
5月17日午後7時死の3時間前ホスピスの記録に残された健一郎最後の言葉です。